こんにちは、谷本道也です。静岡県出身の僕が考案した筋肉富士の国体操を富士の国スポーツサポーターシズナインの皆さんにも実践いただこうと思います。杉岡紗友子さんには富士山ボディリフト、富士山のように腰を高く上げる腹筋の運動です。産後の体型が気になるという杉岡さんにおすすめですよ。よろしくお願いします。谷本先生こんにちは。富士の国スポーツサポーターシズナイン杉岡紗友子です。出産から間もなく1年、体がしっかりと衰えております。谷本先生の体操でこの体を改めて鍛え直したいと思います。富士山ボディリフトです。はい、うつ伏せで肘をついてお腹を下ろしたところからいきます。はい、腰を高く上げてお腹を下ろす。きつければ膝をついて目いっぱい高くしっかり下ろす。富士山のように高く上げます。富士山のように美しくキューッと上げてしっかり下ろす。目いっぱい高くしっかり下ろす。もっと高く上げてもいいですよ。出し切らないと後悔する。目いっぱい高く下ろします。はい、できる人はあと5回、綺麗な富士山を描きましょう。よし、頑張ろう。いきます。高く上げて深く下ろす。キュッと上げて深く下ろす。もっと高く、あと2回しかできない。もっと富士山しっかり下ろして、もっと富士山下ろします。どうでしたか、杉岡さん。綺麗な富士山を描けましたか？谷本先生、めちゃくちゃきつかったです。そして初めまして、娘です。先生から教えていただいた体操を毎日継続して体を鍛え直します。頑張ります。先生ありがとうございました。そうです、これを続けて7合目、8合目と高みを目指していきましょう。筋肉は止まれないじゃんね。